どうも、バンです。今日はね、この裏の浜のねところに3箇所カメラを設置してみました。1つはね、あそこに置いてます。ズームアップします。はい、こちらですね、GoPro Hero 6です。三脚はベルボンのキューブですね。これを小眼の最前列に置いてます。小眼からですね、およそ 4メートルぐらいですかね。で、そこからさらに、こっち側、これです。ちょっと影になって見にくいですけどね。わかりますかね。ちょっとわかりづらいな。これがですね、GH5 です。三脚は、これまたベルボンの、ミニ三脚だったかな。ちょっとうろ覚え。そしてもう一つ、この辺りだったかな、この辺りに RX100M5 設置してます。どこだ、完全に木の影なんて見えないですけれども、あの辺りです。とりあえずあの辺りに RX100M5 を設置しています。三脚はマンフロットのテードルトップミニ三脚だったかな。雲台が丸っこいやつですね。で、画面のモードはですね、まず RX100M5、 これが 4K30p オート、そして GH5 がですね 4K60fps、モードはハイダイナミックです。そして最前列、こちら GoPro Hero 6、 これはもう何もしていない、普通の 4K60fps ですね。テープレ補正は効いていません。でこれ何を撮ろうかとしているのかといいますとですね、冬に琵琶湖に訪れる水鳥です。こちらね、沖合の方にパラパラパラーっとね、水鳥が浮かんでます。もう向こうの方にもいっぱいいますよ。ちょっとズームアップしてみますね。はい、これらの水鳥なんですけれども、この水鳥がね、浜に上がってくることがあるんですよ。それがですね、見ていると30分に1回くらいね、こう浜に上がってきて、でなんか飽きたら水海の方にたーっとまた戻ってと、そのね繰り返しをしているようなんですね。でこのね、浜に上がってくるところの様子をね、撮影できたらなって思うわけですね。多分ね1時間ぐらいかかると思うんですけどね。で人がね、近づかないことが重要なんですけれども、人が近づいたら当然逃げるんですよ。僕はさっきカメラをね設置しに行った時、これは、もう当然逃げました。その直前まではね、あの辺りにねいっぱいいたんですよ。浜の辺りと、それから芝生の辺りで、それをひょこひょこ歩く姿とかね、撮れればなと思うんですけど、一匹こう最初主導権を握ってね、陸に上がってくれればね、そこからね、鳥の習性なのでかしないですけどね、こう2匹3匹とね連なってね上がっていくと思うんですけどね。先陣を切って登る強者は誰だ、その辺の3匹行ってみないかい。ちょっとね、持久戦になりそうです。あとカメラがね総額40万になりますんで、これはもちろん目を光らせていかなければいけないとね、かっぱらっていかれたらね、大損害なんでね。ですけれども、鳥のためには近づくことができないと、そういうね、ことをやっております。これ前からやりたかったことなんですよ。さてどうなることやら、一旦ここで、おお鳥が来た、一旦ここで、中断させていただきます。はい、どうもです。今ね、物陰に隠れた状態から水鳥を狙っています。ちょっとつわまに近づいてきています。来てくれ、来てくれ。ちょっとね、まあ長場になりそうなんで、コーヒー持ってきて新聞読んで、で待ってます。あとカメラが撮られないように。はい、どうもです。今ね、撮影始めて30分ぐらいだと思うんですけどね、沖合からね船が来ましたね。しかもど真ん中に
来てくれたな。これでこれが吉と出るか凶と出るか。もちろん水鳥はね逃げますね。警戒してるな。はい、どうもです。今ね別のとこから上陸部隊がね、上がっていきおりましたね。手前右下のところにカメラがあるんですけども、画面左の方、こちらですよ。こちらの方から上陸が始まっております。一人が先陣を切るとそれに続いてずっと上陸が始まるようですね。これをね間近で捉えたかったんですけれども、どこを登るのかっていうのがなかなかわからないということは、縦にカメラを設けるよりも横一列にカメラを3台ぐらい設けた方がね良かったなと。だから次回リベンジだなというふうに思いますね。なるほどな。もう全然あかんわ。ちょっと出直そうかな。出直します。はい、どうもです。リベンジという形で水鳥のひょこひょこ一列歩きの撮影に成功せんがためにですね、裏の浜にやってきました。今ねこの画面のね、真ん中、はい、こちらにね水鳥がいます。これはあそこに水とかがねおそらくいるのではないかと思われる餌場ですね。でどっから上陸してくるのかっていうのがわからないんで、4台のカメラをですね小岩に並べて、で、ひょこひょこ歩きを狙ってみたいと思います。はい、どうもです。そうしましたらね、裏の浜での水鳥撮影、リベンジの回となります。さあどうなるかな。リベンジに当たりましてですね、カメラを4台に増やしました。カメラの説明をさせていただきます。まずですね、狙う場所は湖岸に並列にしました。まずこちらズームアップします。はい、こちら一番手前 GoPro Hero 6です。三脚はベルゴンのキューブ、撮影モードは 4K60p になります。これにモバイルバッテリーを装着しました。モバイルバッテリーの大きさはそうですね、ちょっとうろ覚えですけれども 5000mAh ぐらいの中ぐらいの大きさのモバイルバッテリーを装着しました。はい、次、GH5 です。撮影のモードは 4K30p に落としました。そして、テーブル補正をね、カットして、で電池フル充電でね2時間ぐらい持ってくれればなというふうに思っております。はい、次、こちら、ソニーのアクションカメラ AS300 です。フル HD で撮影しています。三脚はマンフロットのテーブルトップ三脚を少し縦気味にして撮影しています。モバイルバッテリーを装着しておりまして、モバイルバッテリーは1万アンペア程度のちょっと大きめのやつを使っています。次、こちらがですね、モバイルバッテリー付きの、カメラは RX100M5 になります。 RX100M5 の撮影のモードは 4K30p です。モバイルバッテリーの大きさは1万5000アンペアアワー程度の、かなり大きめの、1万2アンペアくらいかもしれないですけど、ちょっとうろ覚えですけれども、そのくらいの大きな、モバイルバッテリーを導入しております。さて、撮影から開始まだ5分ぐらいですけれども、浜に鳥は来てくれるでしょうか。あと機材のカバンはもうあそこに置き去りにしました。これは周りに人がいるぞというアピールを込めてカバンを置き去りにしています。とは言ってもね、ここから目を離すことはできませんけれども、しばらくここで観察を続けてみたいと思います。カモ飛んだ、カモ飛んだ、あれは詐欺かもしれんな。あ、でもカモかもしれんな。カモやな、カモか。よしよし、カメラいっぱい、カメラいっぱいで、はい、しつかしつかしつか。じゃあ
しばらくこのままにしておきます。監視は続けます。どうぞ。はい、どうもです。あれからね、そうですね、15分ぐらい経ちましたね。で、第1弾の上陸が始まってるんですけども、別のとこから来てるんですよ。これ一番奥、わかりますかね、一番奥のカメラは RX100M5。 これ RX100M5 なんですけども、これよりもだいぶ向こう側、ここから上陸が始まって、で奥地を目指しとるみたいなんですよね。まあだからね、カメラがあるとやっぱりかなり警戒されるみたいですね。でしかもこの手前の方にカバンを置いたんですけれども、あれどこ行った、あ、これここにカバンを置いてるんですけども、でカバンの右の方は、GoPro Hero 6、これが本命だったんですけども、こっちはもう全然で、やっぱりカバンも動かない方が良かったかなと。でね、やっぱりこう草とかでね、こう覆いかぶすような迷彩のようなね、ことをした方がいいのかなってね、鳥に対してはね、こんな風に思いました。だからこの辺全然もう鳥さんいないんですよね。で近くにいる鳥は全然ですね、向こうの方に集まって、向こうから上陸が始まっていますね。この辺大集団ですね。この辺の集団がもうちょっとこっちへ来てくれればいいんですけどね。一番手前の一番奥のカメラ RX100M5 4K30P の前に2羽ほどいますけれども、もうちょっとやっぱり近づいてくれたらなと。だから、鳥さんの行軍を間近で撮影するのはちょっとかなり厳しいですよね、これね。GoPro ももうちょっとこう地面の高さを落とすとかして、でも隠しカメラのようにしてね、やらんとあかんのかなと。もう明らかにこれ分かってますね、カメラだってね、なんか仕掛けかなんかと勘違いされてるようなね、そんな感じです。はい、これはまたまたリベンジになりそうな勢いですけど、もうちょっとね粘ってみます。モバイルバッテリーもね3台使ってますんで、2時間ぐらいはね撮影できるかと思いますんでね。ただね、この窓際に2時間座ってコーヒー飲んでっていうのはね、さすがにね暇を持て余すところがありまして、で今よっちゃんのね放送をひたすら聞いて、で、暇を潰してたところなんですけれどもね。はいはい、何してんの、それ面白い、面白いやろ。でも危ないし、こういうことしたらなんで、窓際に椅子持ってきたらな。はい、はい、どうもです。先ほどね、北側画面奥の方にね上陸した部隊がちょっとずつね南下してるんですよ。でこのまま行ってくれたら、RX100M5 のねここのところに来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね、どうなるでしょうね。 RX100M5 の録画時間、モバイルバッテリーをつないでるんでね、あと冬場なんで 4K30P で撮ってるんで大丈夫だと思うんですけども、どのくらいまでね、録画できるのか。あ、はい、今ねカラスがねあんなとこに来ましたね。でこちら側の上陸部隊ご一行様がですね、ちょっと警戒して動揺しましたけれども、あ、どうってことない感じでちょっとずつ南下をしております。もうちょっと行くと RX100M5 のねカメラに差し掛かってくれるんではないかと。そうこうしてたらですね、湖側にちょっとした集団がねできてきましたね。そっから上陸しろ、さあ来い。あー、でも RX100M5 の後ろ側だ、そこだと映らないんだよね。上陸部隊と湖部隊が合流してくれ。よし来い、君だ、そこの君、もうあと一歩勇気を振り絞って、来たよ、君が先陣を切って RX100M5 の画面の前に来るんだ。さあ来てるぞ。 RX100M5 がこの鳥の映像を捉えてくれるのか。どうなんだ、後ろの方には大部隊がいる。
しかし RX100M5 の画角に入ってくれてるかどうか、これは微妙だ。さあ RX100M5 の後ろに回り込んでは意味がない。あー、やっぱりこれはカメラの方を避けてるな。なんかでもね、画面の後ろ、お、こっちの方、来た来た来た来てるよ。あー、もうちょっとね、画面のこうレンズにもちょっとこう、警戒してるのかな、これ。あー、RX100M5 の後ろを回り込んでますよ、これ。お、ご一行さんの先頭を切って歩いてるこの君、君は勇気あるよね。でね、このままご一行さんがどんどん南下してくれたらですね、あ、おっと、ご一行さんの先頭がどうしたんだ、このカラスに警戒しているのか、このカラスに警戒しているのではないかね。あ、でもどんどんご一行さんが、上陸部隊がカメラの後ろを回り込んできている。そこじゃないんだよな。そこじゃないんですよね。あ、でも1匹2匹ね、画面の後ろ、あ、画面の前通ってくれてるんちゃうかな、これ。カーカーってもうほら、鳥さんが警戒している、ほらね。あー、ここの画面の後ろが、これでも湖にいずれ戻るんで、その時に結構いい絵が撮れてるんじゃないかなというふうに思うんですけれどね。例えばカラスが飛び立った時にバーッとね、これ一気にこれ湖に、大部隊はこう戻るんですけれどもね。そうそう、湖に戻る時ね、これ一瞬で戻るようんですよ、これ。もう何かの拍子にこう一人がバーって飛び立ったら、もう湖の方に全員ね、ご一行様は飛び立つんですね。はい、どうもです。今ね、人が二人来たっていうことと、あとそれから、カラスの威嚇があって、で鳥がね湖に帰ってしまったっていうことを受けて、あとカメラの調子を見に浜に行ってきました。でね、トラブルがやっぱありましたね。 GoPro Hero 6 の USB 給電のコネクタをねしっかりさせてなくてですね、充電、常時給電ができてませんでした。あと GoPro Hero 6 と GH5 の場所を変えました。北側にしたんですね。そうしたところですよ、ご一行様が今度は南端に来て、こっから上陸するのか。やっぱり明らかにカメラを避けてますよね。やっぱりカムフラージュが必要なのかな。あー、こっから上陸する気だな。そうか、やっぱりカムフラージュが必要なのか。行ってこようかな、もう一回カムフラージュ作戦。もうバレてるかな、どうしよう。多分こっから上陸しますよね、この人が多分先陣を切りますよね。ほら来たねえ。望遠で鳥を取るのはねよくやるんですけど、僕は、ひねくれてるのか、広角のレンズで間近でね鳥を取ってみたいんですよ、なかなか目の前に鳥が来てくれない。案外難しい。はい、そうこうしてたらですね、浜に訪れた2人の方が、カモに近づこうとして湖岸を訪れたもんだから、ご一行様はね、ちょうど沖の方に行ったんですね。でも今ちょうどお二人、浜を訪れたお二人の方はもう今ちょうど下の方、画面に見えてませんけども帰ろうとしておられますね。でご一行様がちょうどいい具合にですね、カメラの方に向かって行ってくれてるんじゃない、これね。浜を訪れてくださった二人、ありがとう。このまま行くと一群は、4台のカメラを装着している浜に 真正面に行ってるぞ、これ。手前から AS300、
そして2台目がアレクサクマーク5、GH5、そして一番奥が GoPro ヒーロー6ですよ。さあご一行様、4台のカメラの前に直行してくれ。あ、やっぱりこれカメラがね、4台もあるとちょっと警戒するかな。あ、警戒してますねこれね。ほらカメラ見えますかね、ちっちゃいんでカメラね、映像では分かりにくいですけど、 GH5 が一番分かりやすいですね。ちょっと大きめ、やっぱり警戒してますね。何かあるぞ、動いてないけれども何かあるぞと。やっぱりそのまま上陸部隊は、カメラの中を突っ切ってっていうことはないな。難しいね。でカメラの一番奥、 GoPro Hero 6一番、奥側のカメラのさらに向こう側に行くんじゃない、これ。そうか、 GoPro は小さいんでそのまま上陸してくれ。さあこれ画面一番、3台ありますよね、一番手前もアレクサクマーク5はもうのぞみ薄、一番上が、GoPro Hero 6。さあ GoPro Hero 6前に鳥がご一行様がいる。さあそっから登るんだ、行け、行くんだ。結構これ映ってるはずやぞ、結構映ってるはず。でそっからご一行様の一番先頭の人が GoPro Hero 6前行ってくれ。さあ行ってくれ。さあどうなる、行かない。やっぱりカメラに警戒してますねこれね、カメラ警戒されている。さあ登ってくれ君だ、一番先頭を切って登るのはそのカモさん、君が一匹行ってくれればあとは続くはず。迷っているね、迷っているけれども、さあ来い、さあ来い。来ない。さあいよいよ来たぞ、 GoPro Hero 6と GH5 の間を先頭を切ってカモが登り始めている。間を突っ切るんだ、これはいい画角。電池切れしてなきゃいいんですけどね、 GH5 がいい感じでね、狙ってくれてるものと思いますが、さあ先頭を切って登ってくれ。来た来た、登っている。よっしゃー、これはいい絵が撮れているはず。 RX100 マーク5ではない、GoPro Hero 6と GH5 の間を、一行様が登っている。さあ来た。あのね、カモさんが、ほら、カモさんがね、カメラとカメラの間を、ほら、登ってくれてんのよ、ほら。見える？ほら、カメラとカメラの間に、カモさんがいっぱいいるやろ？逃げた。逃げた。なんでだろう。警戒されたね。カラスが来たんかな？なんでやろ？はい、どうもです。こちら4台のカメラで水鳥を狙ってるんですけども、今上陸部隊の方ですね、だいぶ画面奥の方のこの辺りで、上陸作戦を行っているようですね。なかなか狙った通りにはうまくいってくれないというのが鳥の撮影なのかなというふうに思いました。鳥の撮影まだまだリベンジしたいです。それでは今日はこの辺で、バイバイ。バイバイ。ごめんね。